卒の方、フリーターの方、第二新卒の方は DYM 就職、あなたに合った求人をピンポイントでご紹介します。詳しくは概要欄をご覧ください。はい、はい、みんなのアルバイト、はい、何するの今日は。今日はあの世界の言葉で愛してるゲームをやりたいと思います。やったやん。それ2問目ができなかったのでやります。ルールを説明しますと、はい、ここに、6枚の紙があるんですけど、はい、5枚はちゃんとした実際にある世界のどこかの国の愛してるが書かれてます、はい、で1枚だけ空白があるので、その空白を引いた人はあたかも実際にある言葉のかのように自分で考えて愛してるを表現してください。1人ずつその実際に愛してるを可愛く言ってもらって、これ覚えるのが大変やねんな、あの紙に書いてる言葉を。あとで6人言った後に誰が空白だったか、誰が嘘ついてるかを当てるゲームです。携帯用意してもらって紙見ちゃうとバレちゃうので、携帯にその自分の言葉を。これ今みんな LINE とかチェックしてるこれ今だって今みんなスマホ出したけどプライベートの時間じゃないですよ。プライベートの時間になっちゃう。スマホ持っちゃうともう終わりよ。仕事にならなくなるんだよね。どこだけ見ちゃった。じゃあまたブラスさんから聞いてもらって。もう変なのやめてよ、もうほんま。じゃあどうする、一人ずつ行ってきます。じゃあブラスさんから行きますか。エチオピアのアムハラ語。エチオピアはアムハラ語を使うのって。で男性から女性に言う場合はアウディハロなんでほんで女性から男性に言う場合はアウディシャロ。以上です。男女で分かれるもんなんですかね。え、なんか語尾だったら分かるけど、ハロとシャロ真ん中変わるって珍しくないですか。ん、どこが変わるってアウディハロとアウディシャロ、ハとシャの違い。すごい文法がやっぱ。そう、文法的にそれ本当にあるんですか。いやだから本当にあるんだよって言う怪しいことになってんだよ。今じゃあ、ありませんって言うわけねえだろあるのよ。だからそういうエチオピア語の何これ、アムハラ語やから。エチオピアってどこにあるの。私、ゆきちゃん、私はインドネシア語でサヤメンチタム。メンチカツ確かにメンチカツに聞こえた。サヤメンチタム。インドネシア語でサヤメンチタム。サヤエンドとメンチカツ頼むでもほんまにそんな感じに聞こえてきて。いやいや愛してるです。インドネシアと何語。インドネシア語ですか。インドネシア語。インドネシア語なんだ。なんでみんなそんななんか分かってんの。プラスなんかちょっと詳しすぎじゃない、エチオピアの何々の。いやいや、そうやって紙に書いてたから。あーなるほどね。私真ん中がずれることってあるのかな。中国語だってずれないでしょ。うん、変わらん。男も女も変わらん。別に真ん中が変わることもあるんじゃん。日本語で見たらハロやけど、向こうからしたらハロじゃなくてシャロなんじゃない。わかんねえよそんなそんななんだよ。中国人に聞いてもらっていい。ごめん、そんな怒られて。アムハラ語作ったやつに言って。そう思ったんじゃない、真ん中を変えようと思ったんじゃない。急に急に真ん中変えたい、こっちの国はね。じゃあ私ですか。行きましょうかね、はい、私はギリシャ語でサンポー。サウポどんな感じで言うんやろうな。え、じゃあクマちゃん行こうか。はい、私はトルコでセニセビヨルムです。セニセビヨルム。あ、でもごめん、うちなんかトルコ系のとこだから、あのそれもちょっとなんかわかる。間違ってるかもしれないか。なんで全部わかる。おばあちゃんがあのそっち系だった。あ、そう。ちなみに中国語ではなんて言うの。おあいに。あ、まいに。おあいに。ほんでトルコ語がセニセビヨル。セニはあなたをっていう意味だ。あら、おわな。じゃあ次、セザちゃん。はい、オランダ語で。あら、イクホーファイ。行くもまね。ほはい。行くもファイ。行くほうはい。行くごまね。五万円で行くの？五万円で行く。どこ？行くほうはい。行くほうはい。行くほうはい。がオランダ語。オランダ語。オランダ語わからん。で次アレちゃん。ハンガリー。エティクレック。
なんか聞いたことあるエテクリップってなんか聞いたことある感じする、うん、ゆきちゃんが嘘なんじゃない？なんですか？ゆきちゃん何の根拠もない、ね、もう一回言ってよ、ゆきちゃん。なんでだろうね。インドネシア語サヤメンチタム。メンチカツなんだよな。サヤメンチタム。なんかそういう料理なかったっけ。タムタムじゃないけど、あ、トムヤムくん、トムヤムタムがつく料理あったっけ。なんかね、あったっけ。それとは違う、ちょっと料理名じゃないの、それ。メンチヨタ。そっから持ってきた。サヤメンチはもう自分の好きなの入れてタムだけタムって感じ、タムだけ使ってんじゃない。タムだけサヤメンチタムですよ。それ以外は何も知りません。え、じゃあ誰だ。じゃあブラスさん、なんで男と女のやつがあったんだろう。知らんよ、そんなん知ってるかも分からへんよ。分からへん。え、テクニックってなんかでも告白風に言ってみて。えぇ、ー、やでみたいな。え、テクニック、かわいい、こごえんな。テクニック、テクニックが、どそれともオランダ語、オランダじゃない、ハンガリーです。ハンガリーか。オランダ語は、うん、イクフォーファン。エザーちゃんかな。これ作ったらでもやばい。エザーちゃんがそれ作ってたらやばいな。イクフォーファイ。怪しい人な。怪しい人おらんな。誰にしよう。でもこれは一斉のせなんですか。はい、自分で言葉作った人を指さしてください。そういうことですね。あ、また指さす系の。じゃあ行くか。せーの。おお、おブラスさんは分かれた。あら、じゃあ私が多いっていうことで、私がエチオピアのアマハラ語、アウディハル、アウディシャル。これは正しいです。おお、どれ、すげえうまく作ってる。え、シビゾハちゃんだよ多分。じゃあセリザーちゃん、それも入れてみて。それをセリザーちゃんが自分からそっち方面に行くとは思えない。でもその意外性はあるかもしれない。あまりでも行くっていうのはあんま考えんとやったんちゃう。なんか、うん、多分そこまで考えてないと思う。なんか隣さん、なんか声がちっちゃくなってたから話してた時に自信ないかなって思った。普段から言い慣れてるからうっかり行く人から作ってまうのに多分作ってまうのに。無意識に、言いがかり、無意識に。じゃあ行きますね。お願いします、はい。え、さっき言ったの何だっけ。セリザーちゃんが言ったの。イクホーファンへ。違うな。イクホーファンへ。全然。あ、そんな読み方なんだ。全然下手くそやない。で、まあ合ってんのやな、じゃあ。合ってた、一応。難しいな、これ。全然覚えられないやつだね。じゃあ、アレちゃん。じゃあ、私、言うね。ハンガリー語のエテキ・レッキを。Google に入れるとサララン。全然違うやん。作りました。またあれちゃん。上手。しかも何やねん、シャララン。ってシャララン、シャララン。一応エテキレッキみたいな。もう出てないですよ。ほらもうなんか、でもなんかあれちゃん前言ったんちゃう。なんかエテキレッキみたいな、どっかでなんか聞いたことある気する。エテキレッキ本当に。いやでも言ってね。